粒子計測セミナー目次。このセミナーではレーザー解説散乱式の粒子計分布測定装置につきまして、次の10章の構成により説明をいたします。1章では粒子計分布の定義、2章では測定精度と測定器の使い分け、3章からはレーザー解説散乱法の特徴につきまして詳しく説明してまいります。3章では原理、4章では装置構成、5章6章はスプレー用とプロセス用の装置となっておりますので、ご興味のある方のみご覧ください。7章では装置の最適化、8章では開会時の注意事項、9章ではレーザー解説式で起こりがちな変なデータの原因と対処法について説明します。10章はまとめです。